皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。大リーグで採用されているピッチクロック。今シーズンからランナーがいる場合、投球間の時間制限が20秒から18秒に短縮されています。これについて選手会は、回復時間の短縮による選手の健康への懸念は強まるばかりだとするなど、ルール変更を進めた大リーグの姿勢を批判する声明を出しています。ピッチクロックはメジャーリーグベースボール、マイナーリーグベースボール以下 MILB 大学野球等で採用されている野球のルールです。投手が打者に投球するまでに使える時間を制限する仕組みのことです。試合時間の短縮を目的としているそうです。 MLB では2023年オープン戦より採用されました。それまでのピッチクロックは採用されている場合でも塁上に走者がいない場合に限定されていたのですが、 MLB で採用されたものは走者がいる場合でも適用されることになりました。野球は北米四大プロスポーツリーグの中で時間制ではない唯一の競技なのですが、ファン離れを防ぐために試合時間の短縮を目指し、さまざまなルール改正が検討導入されてきた背景があります。しかし2014年には MLB の平均試合時間が初めて3時間を超えている実態がありました。2018年の平均試合時間は3時間44秒で、マウンドビジットリミッツ導入などのルール改正の効果もあって、前年度から約5分の短縮を達成していました。一方でファングラフによると、 MLB で1回の投球にかかっている時間は2008年の 21.7 秒から2018年の 24.1 秒と増加傾向にあるというのです。ピッチクロックは MLB では2015年から採用提案が始まっていました。ちなみに日本では2009年より類似のルールである15秒ルールがすでに適用されています。大谷翔平選手は8日、ピッチクロックに関するルール変更や選手会の声明など一連の動きについて次のように述べています。短い時間で多くの仕事量をこなすため負担は間違いなくかかっているとは思う。ただそれがどの程度怪我に影響しているという確証はないと見解を述べました。今後因果関係については実証されていくでしょう。昨シーズンから大リーグで導入されているピッチクロックについては、試合時間の短縮に一定の効果が認められたとする結果が報告されているほか、NPB 日本野球機構がプロ野球での導入の可否について検討を続けているといいます。この是非については SNS でも盛り上がっています。SNS 上では、大谷翔平選手の発言に賛同する声が上がる一方で、ピッチクロックが一概に故障理由にはならないという声も上がっているといった状況です。内容としては次のようなものです。中4日ダブルヘッダーもあり得る日程、滑りやすいボールを見直すのが先、球速やスピン量が上がったり、それにピッチクロックが関連したりしているのではなど賛否が分かれている状況です。大リーグは年間試合数が162試合で、ボールは日本で使用しているものより滑りやすいとされています。 MLB 機構はピッチクロックが故障の増加につながったという証拠はなく、球速アップやスピンレートの上昇の影響が大きいとしているようです。 MLB では走者なしの場合15秒、走者ありでは18秒のピッチクロックが適用されています。前述の通り日本でも議論されているのですが、導入には至っていません。さて、大谷翔平選手が抱えている水原一平氏の違法賭博問題。この問題についてある意外な方が議論に参戦しました。女優の松井和代さんです。松井和代さんは水原一平氏の賭博問題で大谷翔平選手の最悪のパターンを推測し、契約金は消えていくとの見解を示しました。女優松井和代さんが8日次のようなコメントを発信しました。大谷翔平選手の契約内容は危険と題し、自身のブログを更新したのです。米大リーグドジャースの大谷翔平選手の通訳水原一平氏の違法賭博問題をめぐり、大谷翔平選手に及ぶ最悪のパターンを懸念しました。松井和代さんは投資は危険と背中合わせですと書き出しました。そして全員が勝てるわけではありません、投資はほんの一握りが成功できるだけですと主張しました。今売ったならばこれくらいの利益がある、空想物語を話されますが、お金は実際にご自分の手にして初めてお金を得たことになりますと説明します。これが
今回の違法賭博問題とどのような関わりがあるのか、持論は次のように続きます。先ほどの前提を踏まえ、大谷翔平選手がドジャースとの契約で年俸7億ドルの 97% を後払いで受け取ることについてこう述べました。世の中、10年後なんてどうなるか分かりませんよ、戦争が増えているかもしれませんと懸念を述べます。さらに今回の賭博調査で黒と判断されたとしたらですよ、彼はアメリカで野球できなくなりますと自身の見解を綴りました。続けて、すると手のひらを返したように球団側は彼を訴えるでしょうね。球団側は迷惑をかけられたわけですから当然ですと予測しました。松井和代さんは、球団側は契約は泣き物にして支払いは止めたいわけですよ、そのためには凄腕の弁護士を代理人にしてくるでしょうねと苦言を呈しました。さらに大谷翔平選手は、凄腕弁護士へは依頼ができません、理由は資金がないからです、その前に人脈もありませんけどね、つまりは負けてしまい契約金はバブルのように消えていくと、年俸の後払い分を受け取れないケースを想像しているようです。この一連の流れはあくまでも最悪のパターンです。皆さんごめんなさいねと詫びつつも、しかしアメリカはこのパターンも視野に入れないとならないような状況下ですよと警告しました。というのも、投資も同じです。お金を手にもしていない時に夢物語をなさるのが多いのが実態です。お金は自分のお財布に入って初めてインカム利益となるわけですと繰り返し、投資は厳しいですね、40年戦い抜いた私が申しますことを頭の片隅に置いていただけましたら幸いですねと呼びかけていました。実際に投資と野球の年俸には相関性はないようにも思えますが、実際に 97% が支払われていない状況を考えると、先のことがわからないとする見解については納得できるところです。4月8日ドジャース4対2ツインズが行われました。ドジャース、大谷翔平選手の複雑な思いがにじみ出た試合となったようです。元通訳の水原一平氏が違法賭博の疑いで解雇となってから約3週間、8日の敵地ツインズ戦の3時間前に囲み取材が行われました。ビジターにもかかわらず、日米メディア約30人超が集まった異様な注目度であったのが印象的です。当然騒動に関連する質問も全17問のうち4問ぶつけられました。3月25日の騒動に関する声明発表では、水原一平氏について、信頼していた方、彼、一平さんと呼び名が変化していました。大谷翔平選手の動揺も伺えたのですが、この日は違ったようです。そのこと、今回のあれと話すのみで、水原一平氏を指す単語を発する回数はゼロだったのです。もう水原一平氏を思い出したくないのか、気持ちを切り替えようとしているのか、さまざまな感情の動きを感じ取ることができました。野球をやるときに特にそのことを考えてはいないですし、変な話、やってきた技術だったりというのは基本的には変わらないと思うので、それをまずは信じてグラウンドの中で 100% 表現するというのが僕の仕事なので、そこはグラウンドの外で何があっても変わらないところかなと思いますと述べるにとどめています。常に前を向いている大谷翔平選手らしい言葉ではないでしょうか。水原一平氏の騒動は米メディアも注目するニュースとなっています。どう集中力を保っているか。上記のコメントはこんな米メディアの質問に対しての回答でした。違法賭博疑惑が解決するまでついて回るスキャンダルとなりそうですが、もう触れたくないのが正直なところではないかと推測します。これまでの2人の関係を鑑みると、水原一平氏は大谷翔平選手の銀行口座の暗証番号なども知っている間柄で、違法ブックメーカーへも独断で振り込める、それだけ親しい間柄だったと推測できます。2018年のメジャー移籍後は常に相棒でした。今回のあれでもそうですけど、決まっていたことをいろいろ変えなきゃいけなかったりしているので、まだそんなに生活の基盤というのができていないと大谷翔平選手は述べています。食生活の変化について聞いた際のコメントには、ショックの大きさが感じられたそうです。仕事では7回に左越え3号ソロ、4打数3安打1打点でマルチ安打を自己最長の5試合連続に伸ばしました。もちろんチームの皆さんのサポートもありますし、コーチ陣、フロントのサポートもすごく感じている、今すごくありがたいなと思っていますと述べています。一日でも早く心底笑える日を。
そんな大谷翔平選手をただただ待ちたいところです。いかがだったでしょうか。今回は大谷翔平選手の近況を見てきました。大谷翔平選手にまつわることでこんな話があります。昨季巨人で打撃チーフコーチを務めたデーブ・オークボこと大久保博元氏がゴゴスマにリモート出演しました。ドジャースで活躍する大谷翔平選手の知られざる凄みを告白したことが一部で話題です。大谷翔平選手は8日のツインズ戦に2番 DH でスタメン出場し、3号ソロを含む5打数3安打1打点でチームの勝利に貢献しました。番組内でも大谷翔平選手の活躍とともに MLB 初勝利を挙げた山本投手をメジャーリーガー御用達の焼肉店シカゴカルビでお祝いしたことも取り上げました。野球界での感情事情について聞かれた大久保氏は、年俸に関わらず先輩が後輩の分も支払うとした上で、清原が3億も5億ももらっている時に2000万円の僕がおごるっていう、最近は年功序列よりも年俸序列にしようってと話し、スタジオの笑いを誘っていました。さらに大久保氏が2014年7月から2シーズン楽天の監督を務めた際、当時日本ハムに在籍した大谷翔平選手との対戦を振り返り、敵ながら強烈すぎる、眼光に思わず沈黙してしまったエピソードを披露しました。僕が楽天の一軍監督時代に大谷翔平選手が日本ハムで対戦している時、ちょっと楽天の選手が危ないボールを放ったらピッチャーを睨みつけたので、我々楽天のメンバーがうわってやじったんです。打席の大谷翔平選手をやじったら、こっちを睨み返してきて僕は下を向いた。それぐらい気迫を出せる強い男だなって、全員多分ビビったんじゃないですか。大谷翔平選手に本当僕下向いたんですからと語っています。目だけで相手を黙らせる大谷翔平選手、やはり当時からただものではなかったようです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。